東岡山は、岡山県岡山市中心部の東北部に隣接する地域である。当地域は、岡山市中区の北部一帯と、その東に隣接する同市東区こと地区を合わせた地域である。北を辰野口山山六、南を三沢山山六、東を消し山山六に囲まれ、西の中心市街地と旭川と百軒川によって隔てられた東西五キロメートル、 南北 3.5km の平坦な中石平野にある。地域を東西に横断する山陽本線と国道255沿線を中心に市街地が広がり、地域人口はおよそ6万人のベッドタウン及び内陸工業地域となっている。国道沿いにはロードサイド店舗が密集し、一歩入ると古代の上理性の田園地帯に沿った直線的な旧道と 幹線道路が無計画に造成された宅地と混在し場所によってはスプロール化が著しい。また、岡山市と合併以来、市役所の出先機関は、高谷地区に東岡山連絡所、鉄地区に古都出張所があるだけで、昭和40年代以降合併した市町村のように支所が置かれた時代がなかったためか各となる地区が形成されていない。 高島団地の並木と新幹線高架高谷から沢田橋で百軒川を渡った三沢山北側の麓に整備された公共施設。三沢山の登山小屋の機能を持ち、情報、イベント案内や自然保護の情報、参考図書なども提供している。高島地区北東部の国府市場から東岡山駅北側の立雪口一帯は、 古代美前国の国府が一時期置かれ、上理性の面影を残す田園地帯が広がっている。また古来は、旭川の河口が現在の岡山市街地北部にあったとされるため、この一帯は海であった。その後旭川川口部が堆積作用により南下、それにより旭川旧本流が北の祇園から南の米田へ斜めに流れていたと推測されている。 1954年に岡山市に編入された上東郡最多町、高島村、旗村と同年に発足した最大自治の一部となった上東郡琴村一帯にほぼ含まれる。当地域は都心部と大規模河川によって隔てられ、また地域内の道路整備の遅れから朝夕の渋滞が激しく路線バスの運行に支障をきたしていることなどが問題となっていた。対策として、 平成11年に国道255線にバス優先レーンの設定とバスの優先信号制御等によりバスを優先的に走行させ運行の定時性を確保する公共車両優先システムとバスの走行位置や運行状況を利用者に知らせるバスロケーションシステムと合わせた運行管理が行われている。当地域全体を示す交渉はなく一般的に 東岡山とは東岡山駅周辺を指すことが多い。しかし、岡山市都市計画課が示す、風地地区が当地域とほぼ合致することなどから、一つの地域としては公的に定められている。そして、地域一帯に東岡山を含む名称の事業所が多く、岡山市役所東岡山市民サービスコーナーが設けられていることなどから暫定的に、記事名を 東岡山とする、ありがとうございます。